このゲームには、ホラー要素と点滅するライトが含まれています。転換、発作、または心臓病の病歴がある場合は、プレイしないことを強くお勧めします。自己責任に進めてください。まあ、大丈夫です。あの、カオセ大腸炎っていう難病を患ってるんですけども、転換とかないんで大丈夫ですね。え、このゲームには、セ、セーブゲーム機能含まれない。このゲームは一度にプレイして完了すること目的。えじゃあ死にゲーってことか。はい。ウィザンスケーリーというゲームやっていきます。どういったゲームかわかっていませんが、まあ、おそらく、ホラーゲーム、なんでしょうか。 スタートもうなんかめっちゃリアルやんこれえごめんなんかもう始まっえカルマとして知られている言葉があるあなたが他の人にしたことを最終的にあなたに戻す力カルマっていうのは要は輪廻ってことやろさらに一歩進んで悪の蓄積の物語を見ることができる悪の蓄積 何を言ってるんださっぱりわからん。えー、十分な邪悪なエネルギーが一点集中した時力は周りの全ての邪悪なエネルギーを取り巻く闇から来るということです。なんかあの、エキサイト翻訳で翻訳したような、かなんか、ガタガタの日本語やな。これは闇が本当に支配的であり、近くの全ての人の良心を消費する物語。えー、止めてもらえますかあなたはそれを吐かすことできますか答えられない。全く世界観が読めん。あ、始まった。 ものすごい地平線ものすごいホライゾンちょっと待って影の品質反転さこれ私たちが実際にこれを行っていたらしじゃありませんテクスチャ品質マウス感度はいやもうこれがしよくあの明るさちょっとだけ変えたいけどいやいっかこのままで一旦黙あまりに暗かったら変えあでも結構明るいわ ええ、なんかグラフィックめっちゃリアル。怖わとりあえず一本道。プライベート、プロ、ペ、プレプルプロペリテ。入っていいんか、これ。E ボタン。ロック済みって書いてある。これは非常に古いロックです。 戻ってきて、ボートから複雑に見えるロックピックを掴む。あー、じゃあ一回戻らなあかんってこと。え、なんか親切やな。教えてくれんのか。ちょ一旦戻ってみよう。ボ、ボートってとこ最初俺がおったとこか。ロックピックがある。なかったらどうすんのこれ。そんなに大声で歩くない皆さん、ここえな、なんであ、これか。これだ。えー、っと、愛を押すとインベントリーを表示できる。あ、ほんとだ。 いくつかの簡単ロックピックあまり多くは持っていけない。さもなと捕まると不審に見える。普通の回、あ、普通の懐中電灯。あ、でも懐中電灯今使ってる状態やんな、すでに。じゃあ、ロックピック取ったから、これでピッキングすればいいんか。いきます。あ、いたえー、なんか開くときの音怖い。これはうわ、入れんのか、ここ。早速。うわ、めんどくせえ。 絶対何か出てくるやん、これ。熊野の湯ぐるみ。これはアイテムではない。デュークボックスのような違うストーブ何にこれ開いたわ。えあそこに何か見えますかトーク。トークって何主人公の名前はトークなんメモなインベントで表示できる。でも、メモ全部英語やろ。あ、書いてある。彼らは私自身の所持品にかろうじて残っていたものを破壊した。彼らはミカ。 を探している彼らは非常に怒ってパニックになっているようだ。しかしなぜ彼女はここで私たちの中で最も甘くて静か。えー、彼らは彼女 <laughs> ちょ日本語訳になってんねんなさっきから。えガラスバキバキ割れてる。えなになに,な,になぜボートは早く出発したさすがにまだ来ないよな。えこれ何あご赤。 真ん中に位置5桁あるってことタバコと私は信号を失ってます。私の声が聞こえますか何が喋ってんのさっきから。無線みたいなの持ってんのかこれ冷蔵庫はあ,あ開かへん。あのパスワードのロックは、今は解除できないのか いや、生き止まりなんだってことはここで何かせなあかんわ。え、なにえ、なに今な、なんか落とした。えー、なんかおりそう。このおもちゃがヒントになってるとかじゃないよね。いやー、でもありえるか。いや、ないわ。 ちょっと分からんこのパスワードのまず入力方法がわからんあ違うっぽいな青赤緑えー、これなんじゃん青が2個赤が 2個、緑が1個。でも存在しない色があるんだよな。白。白は0。まぁ、あ、やってみる、一回。赤と青。2個ずつ。1。緑が1で0。これで開くわけないもんな。それ分かってたけど。じゃあ、な、何やの色のヒントは。 いや、何か手がかりになりそうなものが、あるかと思っていたが、何もないじゃねえか。ああ、でもそっか、なんかさっきさ、一回なんかボートが勝手に動きだ、動き出したみたいに言ってたから、一回戻んのかな、これ。だとしたら今までの時間何やったんだろうけどな、これ。まさか。嘘だろえ ボボードが、えーえい勝手に乗ってかれた誰かになんか見つけた本当に申し訳ないえっ何何なんか今音した音なった音なったえ怖いってすごいなんかもうちゃんとこれ右だけから音が聞こえたりする 左だけからとか右だけでこのバイノーラル6個になってる。開いてるわ。あ、あそこら一生懸命などとこうとした俺の努力返してくれ。でも一応もう一回入ってみよう。何もないんだろうけど。じゃあ結局これは後回していいってことか。一度ボートに戻るっていうのがフラグだったんだ。そして今扉は開かれた。何者かの手によって。 えなんか声する。えー、もう怖い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 。気持ち悪い気持ち悪い。あ、こ,こ赤へんわ。いや、待て。数字書いてある赤が3。これちょっと覚えとこう。赤色の文字は3って書いてあった。近い。いや、近い。赤の文字は三3って書いてある。いや、でもなんか。 え関係ないんが今先のパスワードに、うんうんうん、うわもうマジでやめてくれこの島には意識があります金持ちは年に一度島を訪れ全ての総社取引に参加することを支えている人身売買奴隷せ拷問武器取引上昇収支、あなたはそれに名前を付ける何そのなんかダークウェブみたいな 島本土が十分に離れている。目撃者や法律はない。島に連れて行かれた風な人々への憎しみと恐れだけだ。まあでも世の中が現実世界でもこういうことがありそう。その法の届かない場所で何かいろんなね、売買が行われている。約1週間前、世界の指導者や有名人が行くようになった。島に関する情報をフォローしているインターネット上の多くの人々は、なんてらかんたら、多分接続があります。接続っていうのはなな何,何に言い換えればいい続きがあるってこと で、俺はどうなったんや結局何これんなんかどっかに捕まえられた俺いやちょっとちょっとちょっと,ちょっと怖い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 暗っ アイ,アイテムなくなっとるやないかい。あれ、懐中電灯持ってたよな。じゃ、まずそれらを回収するとこから始めないと。んなんか変なギアみたいなの見つけた。扉は。ここは開く。これもギアだ。これもロックされている。何この天がみたいな見た目の。青い筒、ドラム缶あこれ、懐中電灯だ うーわ、なんか見てしもった。大量の血痕。煙突。あ、さっきのと似たようななんか時計がある。ただ今回は赤色や。多分人間の血やんな。ここでなんか、何もかが害さ,された。ということなのか。なんかでも、セーブ機能がないらしいから。 ま、あ同じことを繰り返そうとなんのか。いや、でも一発でクリアしたいな。ノーコンティニューで。えー、っと、4って書いてる。うーんこれ上か。扉がこんだけあんのに行ける場所が少なすぎるやろ。どっかに鍵があるな、多分。シンプルなギア。何かのメカニズムにしよう。シンプルなギア。あ、ここ。あ、入った。 ガスボンベ。ドラム缶、うわぁ。なんか、こん中、人入ってそう。はっシンプルなギア3つ目を。あここにはめ込むのかあと1個ありそうだ。シンプルなギアが。で、ポケモンのギリギギギギみたいにしよういっぱい集めてあ、ここここ見、見てないあ これ、これ、仕方ないこれ。えー、私たちはここで多くの注目を集めており、誰もがそれに夢中だ。仕事全体をスクラップする。私はこの場所を燃やして明日の朝出発する。スクラップするすべてを破壊するってことか。この世の中のすべてを。まるで何かを隠すかのように。この部屋に絶対ギア的なものあると思ってたのにないっぽい。いや、これやっぱなんか誰かおる、絶対。 もうお前ギアの一個で、持ってたなんか知らんけど <laughs> <laughs> おいうわ何も危害を加えてこなかったやつは。今やばい襲ってんけど。なんか心なしか結婚増えてる気がする、この辺に。え、あれ何味方が、意外と味方なんじゃ、あの赤鬼。 え、でも、あのギアを解放したところで、何か行ける場所が増えてるわけじゃない。えー、何やったのちょ、逃げよう。赤やん。な、何の音もう、この、この音ほんまに怖い。あれ、ギアを3つ、3つじゃない、あれ、いっぱい集めたのに。何も、これ、なんか見逃してんのか、これ。ああなんか落ちちゃった鍵どこの鍵、これ南京町と一緒に使用できる。 小さな鍵どこの鍵かちょっと調べようここじゃないあっやべ誰か来るえ、もうやばいやめてよもうこれかうわこれだなんか手に入った何んかのプロコンみたいな手に入った ドア,ドアハンドルのペアハンドルのないドアはどこかで見たことありますかハンドルのないドア二2階やあこれや,やっぱほら開いた開いたちょっとしっかりクリアリングしとこういやここの中から音するここにも血痕があるな、なにな何か今空気かかった一瞬これ何 入ったえ、なんかめっちゃ綺麗な部屋やん大物 YouTuber が住んでそうなでっかいこの60日ぐらいのテレビと絨毯でこのガラステーブルまたパスワードかなんやこのなんか IQ テストみたいな問題はひし形丸四角三角プレステのコントローラーのボタンみたいな配置やなここかうわ だ、なんでこのゲームの敵は、あのー、襲いかかっていけへんの <laughs> あ、失礼しましたみたいな感じで、なんかなんで、何も起きへんねん。ちょっともう一回失礼しますね、じゃあ。あ、ロックされてる。あ、ごめん。着替え中やったね、多分あの方に。着替え中覗いてもうたから、鍵閉められた <laughs>。開いた入っていいんか準備できたってこと あーもう100パーこん中におるやん。え、でもベッドとかめっちゃ綺麗やで。相当綺麗すぎないのあの鬼は。あ、おるー <laughs> シャワー浴びとる <laughs> ちょっと待って。もしかすると俺と夜のいと営みを <laughs>。おなんか、ほら。髪結ぶ紐みたいな手に、ね、入ったんで。 キーの一部全部で3つくらいこの3っていうフォントだけなんでこんななんかちゃうねん他のと負けてへんねんなこれそういうシチュエーションってことシャワー浴びる浴びるから覗かないでねとか言っといて本当は覗いてほしいって女の子心理やこれそれはいい感覚ありません咎 <laughs> められた普通にでもなんかねえその日本の高級なホテルとかってこんな感じでガラス張りになってるからなシャワールームえじゃあちょっと失礼します あのマネキンあったっけいや、ここにもあるわよ、みたいな気持ちあるあ、ここも、あ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 れなんかあのシャワー浴びとったやつが、なんか来そうやな、そのうちえー、滞在期間の短縮を心にお読み申し上げます。残念ながら使用人の一人が多くの人に危害を加えているようだ。その結果、あなた,のたは安全のための達者ちゃあなたらが安全に本土に戻ったのサポート,ボートを注文しました。次の滞在は無料になります。 やったぜでもそのボートをパクられたん、ね、や俺はあれここなんか鉄格子みたいなのがあるけどこん中に何か入ってたあグラスンあるやんああちょっと待ってここ開いてなかったはずやえああ声する絶対何かおるそこあじゃあラジオや これさ、覚えとかなか、これ四角、三角が八。んいや、んとキーの一部。これまた別なんこれ。三角、八。なんかでも、ああいう紋章他にも何箇所かあったよな。何この扉。これにもギアを使うんか。ああ、わかった。ここにある五つのギア。 あ,あのなんか赤いやつが取ったんかこれ出たらなんかきつやなうわほらやっぱりもう閉じ込めないだああそういうパターンかやべ体がほてってきたマジで怖い湧くんかっかへんじゃ開くようにしろここ止め閉めんやったらどうすりゃいいんじゃ俺 いや、暗くなった暗くなった今いいし勝手にいあまずいまずいまずい充電が切れたらしいなんか充電が切れたっぽいぞ <laughs> F ボタン押してないのに懐中電灯がいやー今いたいいたもうちょっともう怖い怖いってもうやめてってもうええーっ勘弁して 空いてるあの女型の巨人は確か一番奥の部屋におったやつやからもう一回行ってみるか準備できたわよさあいらっしゃいつでベッドで待ってんねやろどうせいやでもほんまにベッドに何か置いてあるこれなかったやろ最初いやでもアイテムとして拾えるわけじゃないんだもう一回シャワールーム行ってみる まだ浴びてたらどうしよう。まだ浴びてるわどんだけ入念ない、お前。そんなに緊張するか、俺にたがれんの。いや、別人か、じゃあ。ああ。あ。1、3。1、えっと、し、ひし形と丸がここに答えがあると。で、三角が8やったから。で、確かもう一個あったんや。あの文章、どこやったっけ あ、ここや四角7オッケーこれで答えが見つかった。えっ、ー、と、ひし形が、1、丸3、四角7、三角8。あ、開いていく。なんか来るぞ、また。どうせ。あーこ来ないか。なんだこれは。キーの一部全部で3つぐらい。あこれが最初の門の鍵。らしいです。ここか。 ああ、これだ、一って書いてるから。なんかビデオ、ゲットした。一体何だったのこのカセットに書かれています。よし、じゃあちょっともう見よう、そのビデオ。一体何だったのか、奴らは。うわっ、えー、まだなんか流れ変わった、今。え、え、ちょっとよく見たら、に、人間 人間これ。うわ、残殺されてる。かわいそうに。え、これほんまに死んでんのこれゾ,ゾンビとか言っせいやな。あ、なんだ。煙突。でも火は焚かれてない。あ、手紙あった。 これは非常に奇妙です。一人一人がウイルスに感染しているようだ。彼らの発、発話は変化して、彼らの行動パターンは変化してます。彼らは昨日と同じ人ではないようだ。ウイルスってそのなんかバイオハザード系の話か、これ。え、じゃああいつゾンビになる可能性あるやん、おい。その展開だからやめろって言ったよな、俺。ああ、でも確かに今までできたやつみんななんか見た目が、ゾンビっぽいよな。なんだこれ。 変わった形の鍵、おそらくこれはスパイダーロックを開くためにする。スパイダーロックまた難しい単語が出てきたな。あっ、監視カメラや。なんか昔さ、監視カメラをこうじゅーって見て、なんか閉店後のピザ屋のバイトをするみたいなゲームなかったっけ一応ここに先の死体はある。なんかでもそのうちこの死体がいなくなってそう。 スパイダーロックを解くための鍵。これスパイダーロックって。うわー、これだったっぽい。あーしかも。なんかダイイングメッセージあるやんけ。なんて書いてんのこれ読めへん。普通に。普通に俺、あの、中学レベルのビードしたらわからんから読めへん。<laughs> I'm going to graduate you. もう、あのね、そこにしかも誰か立ってんねんな。 もうなんやね、マジで。めちゃくちゃ体格ええやん。えー、これがスパイダーロックっていうんだ。あ大きな四角い磁気機。これはどのドアを開けることができるのか。磁気機差し込むような場所あったっけあ、ここ開く。うわ、待っと待って。あ死んでるわ。でもこいつ。えー、なんか今にも動き出しそうやもん。 あ、これであちょっとや,やなに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 なんかカセットの再生始まったにこれなにうわ出たなんか身長3メートルあるなこいつえこ怖誰やこのおっさんえやめてやめてな何のどうこれ何のどう 何の音やねんて。もうや,や,や,やめるやうやろやうやろあいつがこの部屋におるってこと嫌 <laughs> や,や。戦いたくないわ。逃げよう。もうここのマドラガスだってもう逃げようや。あれでもどこやった場所肝心のさっきの監視カメラの位置がわからん。えっとね、四角い磁気機になるものを今持ってるんで。 あーここにはめる。あとじゃあ4つ必要なのか4つもあるこれそれぞれこの死体が持ってるみたいよく見たらこいつの背中からなんか生えてるじゃん刺さってんねん。違うああ拷問器具みたいなやつか拷問された後に死んだんやかわいそうに。 あ、待って、この鍵、使い捨てじゃない。ということは、2階にも同じような形状の鍵の扉があったはずやで。開くんじゃないこも。あー今思ったわ。ちらっと見えてもうた。ちらって見えちゃった。もうここやろああ、ここに繋がってる。 何これあ、なんか強さのアイテムゲットした。極めボルトカット。あなたは鎖と、えー、えっ、ー、と、錠と鎖を突破することができる。もう、ボルトカットあれば、脱出できるやろ。んで、どうせなんか訓練でまた。これか、ボルトカット。あー、なるほど。こういう赤い作業、製常されたやつを。ああああった、磁気器。なるほど。この、あ 赤い、鍵、されてる扉は全部開くようになった。いや、2階はやっぱないか。いやちょっとついでにちょっとあいつの様子見に行くか。まだ入ってるかもしれん。あ、おらんくなってるああ磁気器じゃないのかえ違うのこれ。え、これどう見ても磁気器やと思ってんけど。紛らわし。あ、ただのシャワーのあれやん。シャワーのこれ、スイッチや。 じゃあ一応はめようもう一個あと二個気キ,キーが、うん、うわ今いた <noise> えでもちょっとねこっち開けれるやん何これうわっ ごめん先にこっち行くぞ俺うわ気君悪うええー、んか誰が死んでる女性の方やな何やろ科学者かなんかかな白ようまとってるってことは <laughs> どこだ行ける場所が増えすぎたさっきから カメラだ何これ 240fps って結構な高解像度やな超常現象を捉えるためのカメラマウスを右左クリック写真をキャプチャーマウスを右クリックして暗視をアクティブ <noise> 何この機能クソ便利やんあーでも充電的なものがある右上にこれはあ磁直機3つ目 で手紙誰もがお互いを殺しているどこかともなくナイフが揺れ人は人は高たうそしてその完全なこの私は何人かが彼らの命を奪うのみました神様今私たちを救ってください己の十,字、えー、主の十字架が私のそばにとどまりますようにすでに死んでそうこの人この機能を使いすぎたら充電があでも待って自動的に溜まってるわ あ、開いた。風呂場みたいな感じやな。構造は2階の風呂場とお前に似てるものがある。トイレの中に鍵があるとか定番やけどな、これホラーゲームのな。えー、えー、なんか聞こえた今。 女性の悲鳴が聞こえたぞ。この室内にまだ生きてる人間がおった。ICU。ああ,あ、今まさに殺されてる。今まさに殺されたな、あいつ。あれ、動いてる動いてる動いてる。う、動い。ちょ、これ。 取った方がいい一応こいつら一人で歩き出すんかえっよく見たらそんここになんかこれ散らかってるしいや結構派手にぐちゃぐちゃなってるやんえな何いやもう怖っでこの逆さまりの時計は何やねんいやもうやめろ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  何やんこれもうこれ2階にいや鍵かけられてるわ帰られへんくなったまだなんかやられてるなで女の人もなんかしぶといな <laughs> 偉いこれだけの悲鳴を上げてる上げるのことがあるんだとしたらもうすでに命を絶たれているのかと思っていたがいや開いてるわ 何この剣いや鍵2階の門の鍵えあこっちも開いてる2階の門の鍵2ってことは俺うわ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 ここにあった女の人の死体がなくなってる 何かがおるちょこれハみをとりあえずあと1個やえや、ー、いやいや,やわ行きたくないあかへんもうちょっとちょっとつぼしんでいくわもう何も恐れずに突っ込んでいくで2階の門の鍵ね俺は分かる場所あのここやここうまかったとこや多分これやろほら これ、多分あのゾンビみたいなやつらをこ,これで縛ってたんやろうな。でも何らかが原因で脱出されて。うわあうわあ来た来たちゃんと、ちゃんと来たちゃんと来たこの家の何が問題になってますかこの場所については何も正常ではありません。それは全て非常に珍しいと感じます。非常に珍しいです。しかしか、なぜ彼らはまだ私を抗議しないのですか失われた命が家中に縛っているのに。 なぜ彼らは私が生きることを許してくれるのかそしそれは気になる。なんでなの代わりに彼らは私をストーカーします。振り返る度の私はそれらを見ます。目を閉じる度に聞こえます。彼らは至るところにいます。どこでも。そう、あいつは攻撃していけへんねん。これは正しくありません。これは取れも正しくありません。何か、私のボートに積んだ誰かが私を殺そうとしていると思う。そして私はこの家に閉じ込められている。私は生き残るつもりです。私は生き残ることを誓います。私はしなければなりません。生き残ろう。 なななな,なえあれこの青い時計見覚えがいやでもカメラ持ったままだから多分最初からとかなってないこれ続きなはずやそうだここで やつと遭遇したんだここだ20って書いてるもう早速かいちょっとぐらい休憩させてくれあまたビデオテープそしてこれは何だったこれか誰もお互いが殺しているどっからかあこれさっきのやつえちょっと今、今何拾った俺 あ、磁気機、四つ目。で、ノート。屋根裏に爆弾がある。爆弾は家中のすべてのガスボムに接続されている。私はこの場所を地面に焼き払う準備ができている。へえ。ー。屋根裏まで行けばもしかしたら何か手掛かり使われるかも。もう要はこの部屋ごと爆発してやろうってことか。爆破してやろう。あかねえ。なんだこれ。 ああこれもなんか多分頻度があるんのやろな今の僕には理解できないうわっうわっちょっと <laughs> えー、もうちょっと分からないことだらけやけどとりあえず4つ目の実機器が手に入ったんで 開けに行くってことでよろしいな何か起こるわ。あ、何かが起こるやろうな、きっと。なんかいろいろ手にした。2階の門の鍵3、3番目のゲートへの鍵。小さなバル、あなた、い、あ、木の板お。まず木の板から行って、俺、木の板で施錠されてる場所を記憶してる。 うん、そこへほら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 これだなあれ脱出できたぞみんなどうやら俺は逃げ切れたらしいこの狂った世界から明るっなんかでもちょっと待ってこれそういえばここなんか外になんか誰がおらんかったっけあーただのショートカットかこれ 結局家からは出れないこの屋敷からは出れてないなんやこの光がこれテレビ番組そのあれやはテレビの中継とかロケとかするときにああいう感じで光られててんねんあの女子なにあれあえな何これちょっと待ってここんなとこあったっけもう顔つきがおかしいわ絶対生きてるやんこいつ ああ。あれここあこれやさんここや最初来たとこや俺が赤いやつは三って言うて、うわ、もうちょっとまたなんかガラって空気変わった。うわ、もうやもん 危ない仕掛け作るんなよ、まあ、どうすんの刺さったら今の顔にやほう。何か超常事件の私たちになりましたが、ま、ずこれは私たちを一つずつ殺している。この超常的な力がどのようにしてコント立つのかわかりませんが、理由は分かっていると思います。私たちはそれに値する。いや、さっぱり分からん。もう早く逃げたい。理解もしたくない。時は来た1つの4つの材料全てを混合し、墓地のできるだけ近くで加熱しました。 覚えておいてください。これはあなたがケーキを行くことです、ミカ。なんでここで今ケーキ作らなかんならな何言うでんねん。<laughs> 状況を考えろ。うわっ <laughs> またこのなんかミニカーみたいな。これやっぱ最初の方で俺が悩んでたあのコード。いや、わからんわからんわからん。え、今もなんか右手音鳴ったあ。もうなんかおる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 。 おる,おる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 お、なんかうんめちゃくちゃ殴ってるめちゃくちゃ殴ってるわただこのゲームのまあ癖というかこういう時はしばらく待っとけば勝手に扉が開くようになる開いたほらやっぱり あ、何や泣いてる泣いてる泣いてる。あかんぞ。何これ手紙ある。手紙はも,も,もうあともうあと2枚ぐらいか。これはひどい。これらモンスターは私たちの檻の中に飛んでこそこで人々は私たちをメイドにして、私たちにそれらをマッサージするように。私はここにそれを書き留めることを恐れている。あ、なんか、ヤンプ的なことをやらされてたんかな。なんかさっきより空いてる。 何だ誰だ誰かが脳内に語りかけてくる。私の声が聞こえますか何これいくつかの簡単ロックピック、あまり多くは持っておけばそうなんですかロックピック手に入れた。で、今のやつは何やったん結局。声聞こえたよ。あ、この辺全部開くようになったってことか今のロックピックによって。あ,あ、このビデオや。 ビデオレコードでも再生するテレビがないもう一箇所あったはずうわぁ <laughs> 来た来たえっ消えたミカから,カから大丈夫ですかミカと女の子あのボートをすんなミカが盗んだんかよよしミカを殺そうもうすぐますぐんで朝わしに着くはず 男私たちはついにあなた,のたに到達したのにとても幸せですは翻訳がぐちゃぐちゃやねんで、だからあ。この10の部屋って何 ?20 の部屋もあったよな。確か。これ何ですかこれ。これなんかジャグラーの子役カウンターみたいなやつ。電磁界リーダー。このデバイスが特定のエリアになる場合はそのエリアを離れる必要がある。電磁界リーダー 電磁界リーダーって何に <laughs> うわ来たこれえっ何すか今のついに俺襲われた今まであいつは機械を加えてこなかったけど左下の捕獲位置ってなんやろ んだ回今のは何かイベント強制イベントじゃなさそうなんとなくやけどあれいやいや開いてるわあじゃあ出るか強制イベントやったかなもうちょっとほんまにもう精神的に参ってきたつらい 確か俺の記憶によるとこの3って書いてる扉は急いでドックで私に会いに来てくれませんかすいませんドックって何でしょうかドックって何そうここにも鍵あんねん実は知らんやつ会話に割り込んできたで誰これめっちゃ声低い誰やん あなたはあなたの家族と一緒に時間過ぎすぎす。マスさルトるムでお待ちしています。すいません、誰も来ていません。さようなら。は黙れ。わからんけど、ボートのとこ行ってみるか。ボートが来てんのかなでもなんか電磁界リーダーとか、新アイテムをいっぱいしとく。ああ、じゃあ来てないわ。 いや、まだ来るの早かったってことや。ええー。まだ行ってない場所あったっけでも4の扉とかまだ開けてないもんな、俺。ん、どこに行け言われてたっけせや、なんかベッドルーム捨ってたな。ベッドルームって2階 ?2 階のあの女の人が風呂入ってたとこか。 あ、ここかあちげえうわっこっちやあくなんだああ、あ,あ今電磁界リーダーが発動したなちょっともう一回見ていい 数えろうあまずいこれまずいのかこれまずそうだこれはこれはきっとまずいことが起きる銃これが私の家族との出会いの鍵だと言われ続けていますこれ俺とギョましたこれ私が選んだ選択ですわからんもうしまってもうた すごいこれ胸から直角に、ま、曲げられてるこんなふうになる普通あのでさちょっと待って出れ,出れんくなったんやけど <laughs> 出られんくなってもうたえな何やこれいやこいつらが多分動き出すんやろどうせもうや,やめてやめてやめて娘ちと一緒に休む時間です 殺されるみんな、俺は、殺される。力は強すぎて克服できませんでした。どんなに抵抗しようとしても銃は頭に届き旅を終えました。おわ終わりって終わったらあかんねんけど。ロックからされたエンディング1。ええー、プレイした分76分。見つかったノートのソース、撮影した写真ののソース、イースターエッグが見つかった。 1>, 1を押してメニューに戻る嘘でしょこれ最初からとか言わんよなさすがになでも電磁界リーダーが反応してんのに居座ったからだからダメってことかあこれ最初からとか言わんよなちょっときついでだとしたらさあなんと先ほどのエンディングを迎えた後、えー、1からやり直しましたそしてここまで来ました同じ場所ですねでさっきここ入って点なんか これこれこれこのピーピーってやつが鳴ってるのを放置したら、なんかゲームオーバーになっちゃったんで、ま、あれがおそらくエンディング1個目だと思うんですよ。で、せめて、その、この、なん、いいエンディング、いい終わり仕方をしたい。ということで、また別のルートを探していこうと思います。おそらくこっち方向、まあ、でも結構回収されてる癖いっぱいあるからな、これとか、なんなん結局これ。雲みたいなやつこれ。気持ち悪い。何をどうすればいいのこれ全部一直線すればいいの こうしていや違うなここはあここ開くなってるやんえなにこれ急になんか和のテストのな,ならんだいぶ置いてないけどえ何これんこの部屋怪しいな何これ今何とった小さな電気ヒューズサバルナそれはヒューズ様のものだ違うか 電気ヒューズ何使うの一体。で、このカメラのなんか撮影機能って結局何なんこれか電気ヒューズ。あ、ここだここにはめるんだ。で、ここも最初あかんかったよな。なになにえ、なにこれあっ上から何かが落ちてきた。階段だ。やべ、ここもあれや多分今の PP を聞きすぎるとアウトなんねん。いや、ってことは、あ、ノートある。 あと2冊や何か足りてないな取らなあかんものがその何かをこれより暴きに行くでここも行ったら拳銃があるけどでもダメなのにな行ったらいやこの時は絶対ヒントやわこれあっ取れた取れた待て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 ,待てちょっと待ってキャタツ取れた今 高所に到達するのに最適です。キャタスが取れた。このキャタスは絶対何かに使えるはず。そっか。ってことは拳銃もまじは取れんのかまあ、後で試してみよう。ここの拳銃、実はそっと取れたりするんかわからんけど、一周目で、俺バッドエンドになった時に拳銃取ったしちゃ、取った瞬間になんか、ガチャンってなったから。これ何これさ、 このキベラ剥がさず小さなバール。このバールで剥がせるんじゃん。ちょっと待って、け、け、ケつ立ったわ、ここに。<laughs> 嘘やろ。そんなことあるえ、じゃあ、じゃあ、これやん、絶対。これに、バール使う。あれちげえ。なんだ、この E ボタン。ん、なんか取った。ホーリークロス。悪の力のほとんどを弾くと言われたよなにホーリークロスって。え、これは関係ないのこのキベラ。 この裏っ側にまだなんかあるんじゃん、これ、剥がして。え、ちゃうんかいや、でも、じゃあ、ってことは、このキャタツは、ホーリークロスを取るために、へ、配置、されていたものってことこれで邪悪な力を弾けるってことあなんなくなってる音が。これ取れるんじゃんあ、あ、取れた中に一発の弾が、一発しか入ってないんかい ってことはさ、このホーリークロスのおかげで、ここ、なんか、ピーってなんなんやったら、こ、あ黒影みたいなのがここ折ったのになんか、折らんくなってる。じゃ、このパソコンは爆豪させるやって。ちょっと待って、これ、爆豪させたらあかん気がする。ちょっともうちょっと慎重に行こう。拳銃があんねんから、拳銃を何かに向かって、それこそゾンビに向かって一発撃ったら、なんか、芋づる式に全員くたばっていくみたいな。で、ちょっと気になってんのが、 これや。この謎解きや、これ。ポケモノスターミーみたいな形になるやつ。こ,こ,これ何なんこれあと、この、この時計。これ今んところが気づいてんのが、これ赤とか緑とかあったけど、なんか、それぞれ回転する速度が違うねんな、これ。全部さ、あの、時計は左回りに回ってんねんけど、それも何かしらのヒントなんじゃないかなと、今んところ思ってる。 てか、その謎って今解けるんじゃないんか。ほら、この赤いやつ、青より早いよ、明らかに。早いんだ。ただ、これが何を意味するかが分からない。ので、一度、あの、一番最初の俺が、変に邪水して、解きに行って、意味なかったところ、どこやったっけここ、ここや。ここの右側の小屋や。これですね。ここ。最初、こ、このなんか、積み木の色の数とか言ってたけど、灰色が1やねんな。これを法則と考えるんであれば、 この速度、赤はめっちゃ速かった。で、ちょっと待って、今、今この Windows の時計アプリを見てんねんけど、今4分の1進むのに15秒やった。つまり、ちょうど1分を刻んでんねん、これ。ということはやで、この1っ数筋、1分で1。すなわち、各時計が1分で何回回るか。あるいは、1回転すんのに何秒かかるか。な気がする。1回転するのに何秒かかるかやとなんか、あ、ここにあるわ。 やっぱ緑早いわ。4回転か。30秒で2回転してるから4回転。でもそれも中途半端な可能性はあるもんな。いや、でも4回転っぽい。ちょうど。1回転、15秒で1回転してる。ああ、緑ちょうど4回転や。3、えっと今、時計の針33秒のとこから数えて33秒までに4回転。えー、だから、緑が4。中古ことはお前同じように、他の針の、秒針の回転頻度みたいなのも割り出せるんじゃないか。さあ、ここに赤があるね。ちょっと待ってな。赤。 8秒で1回転した、今。ということは ?7 回っぽい、赤は。こんだけやって外れとったらほんまにアホやな、俺。アホみたいや。じゃまず青の針見に行こう。ここや。青ちょっと遅めやねん、これ。4やな。青も4や、これ。青も緑と一緒や。4や。青も4回転です。赤が7。青と緑が4。白の針ってあったあ、ここや。あったあった、白あった、白あった。白早。ちょ、っと待って白めちゃくちゃ早い。 えっと、30秒で今4回転しました。てことは8だ。じゃあ、ちょっと待って。それらを元に、ちょっと今忘れんうちにメモってないから。これで違ったらもう諦めよう <laughs>。まあでもその各色の秒針の進む回数。あと、ここに灰色があって、その絶対そうやと思うけどな。えっと、青が4やった。あ、4。で、赤が7。で、白、えっと、灰色が1。緑も4。白が8。うわ、開いたわマジか、来た ああ、で、これが4の扉なんや。<laughs> うわ <laughs> もう最悪やん、お前。人がお前達成感に浸ってるところに、ゴミゾンビどもが。いやで世、でも4の、え、で、4の扉の位置が、俺覚えてるわ。あの、入ってすぐのとこや。あるぞ、これ。ちゃんとしたエンディング見れそう。そ、ここが入り口やねん。で、4の扉がこれや。 ここ。なにこれあ、手紙。ケーキを焼くのは難しくありません。必要なのは鍋、非常に塩辛い水、三つの不思議な材料をすべて、そして熱だけです。もう結構あるやんけ、ボケが。えー、でもこれケーキ作らなあかんのかなこれど、どうないすんのえ,え銃弾はまだ一回も使ってへん、ちなみに。この銃弾の使い道を知りたい。あれこれ何これ あ扉あるやん。何これ、ちょ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 待って、なんか、ごぼうせみたいなの書かれてる。なんか召喚すんのか俺。フェイトみたいに。これフェイトみたいに、ここにお前、あの、聖獣召喚するんじゃん。最後の手紙だ。私の仕事は終わりました。聖十字架が効く。それら全てを地獄で燃やしてください。心の底からはミカ 地獄で燃やす !E ボタンあ、開いた。普通に開くやんけ。あ、ボートや。ボート拾ったえ、もしかしてこのボートに逃げれるってこと私はついにこの島を離れる方法を見つけました。これが私が取ることに決めた道です。それは去る時であり、決して振り返ることはありません。いや、この五ぼうめっちゃ気になるけどな、これ。レッド、イ、ラブ。 えっ何これあなたは間違った決定。私はあなたにこの世界を去り私とです。やばい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 ちょみ,みんな助けて何者かが俺の脱出を拒もうとしているおちょいいのこれいやでも多分やけどもうこれで逃げれってことやんな これす,ごいすんなよ、マジで。あなたはバカです。あなたは聖なる十字架があなたを守ってると思いますか私はあなたがこの世界で私の忍耐力のテストをしないでください。家に今すぐす、持ってきてください。えー、これ、持った方がいいのこれ。いや、戻らんぞ、俺は。絶対にな。逃げ切れるんだ。これで俺は逃げる。こんな土地狂った島からはもうごめんだ。 脱出することができたやっ,て <laughs> やったー <laughs> <laughs> 友達は大丈夫で初めてミカに会いましたミカに会ったんだミカちゃんにどんな顔してたんやろ彼女は国境から人身売買され数年間島にとどまることを余儀なくされました数年間もいたいあんなとこに彼女は同じような話をした島の他の多くの人々に会いました ある日、ミカは彼女のすべての疑問を解決するために意識を含む本を見つけました。しかし彼女は他の女の子を傷つけたがりませんでした。彼女は他の人が憑依され殺されることを知りませんでした。決算としてミカは私の到着に永遠に感謝していました。私は彼女の命を救ったかもしれません。ミカちゃんを救うことができたが、悪魔は永遠に島に縛られていますかなんと意味深な。終わり。なるほど。 4分の3なの。てことは、真のエンディング的なのは、まだあるんでしょうけれども、俺は島を脱出できたから、もう、いいみんなも、くれぐれも、こういう人身売買や、あらゆる犯罪が行われている無法地帯に、足を踏み入れないようにしましょう。いや、でもめちゃくちゃ怖くて面白いゲームやった。なんか、続きとかあるらしいから、今度また続きやるときにね、新演歌もついでに見,見れたらなとは思いますけど。 今日のところはこれで終わっていこうと思います。